はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。早速ですね、大魔王マデサゴーラの、リベンジですね、やっていきたいと思います。ちょっと入ったらもうすぐね、ムービーになっちゃったんで説明のする場がなかった。どうしよう。とりあえずですね、バナナさん、僧侶になりました。で、僧侶3人、魔法使い1人のサポでやっております。強いでね、やってきますよ。で、ももかさん、みくさん、パフィーさんに入ってもらってます。まずどうしよう。自分をまずあれしようかな。多分ね、バナナさんがなんていうの、僧侶の場合はね、あんまりやることないと思うんですよね。みんな優秀なんで多分ね。おお、バナナさんやられそうじゃないかよ。こんな感じでいいかな。あとあんまやることないよね。スクルトかけようか。スクルトかければいいんだ。最初にスクルトかけるべきだったわ。スクルトかかってるもん。もしかしてかかってそうだな。あともう、あと何？いまいちね、なんだっけ、僧侶は慣れてなくて何やっていいかよくわからないんだよね。これ必殺って何だったっけ？悪い効果一気に。悪い効果あるからちょっと使おうか。せっかく必殺来てるからね。これでももかさんのが消えたよね。 OK。 まあ成熟狩りを主にやってこうかなと。で、最後のボスのね、キラボンをね配ろうと思って僧侶で来ました。あとはまあそのうちなんとかなんじゃないかなと。うわー、死んだぞ。できそうだな。アンヌシアは助けてる？ジャイア。多分回復はね、バナナさん何もしなくても追いつくぐらいだと思うんですよ。だ、火力が弱いな。ちょっと待ってよ。これ一回天使やったら、作戦見よう。なんか魔法使ってなくない？魔法使い、魔法使い、ガンガン行ってくれ。アンヌシアにも配らなきゃいけなかったか。アンヌシアにも配らなきゃいけない、忘れてたわ。アンヌシア、うわ来たわ。狙われてる。これ死んだかな。お、魔法使いでしたね。なんか魔法使ってなかったよね。そんなことない。回復と、MP 回復とかは全然 OK だよね。
聖女配りだけしてればまあなんとかなんじゃないかな。あと回復は味方がやってくれるでしょう。必殺来た。アンルシアのあれを消すために必殺使うか。桃花さんも悪いの受けてるよね。よしよし、トーマ黄色くなった。あー失敗した。マジか。あのマークは何のマークかな。アンルシア死んだわ。うわ強いな。なんかトーマ黄色くなってから急に強くなってるぞ。自分に天使は必ずかけとかないとやばそうだな。で聖女配り、アンルシアにもかけとかないといけないな。まあ大体こんな感じでいけるんじゃないですか。ミクさん倒れちゃったよ。あ、オッケー。大丈夫だね。回復は味方に完全に任せても大丈夫そうだな。やべ。撮影時間がね、1時間半ぐらいしか撮れないので、その間にね、終えたいんですよね。終わるかな。終わんなかったらどうしよう。仕事遅刻しちゃうね終わんなかったら。頼む、トーマ早くやっつけてくれ。魔法使いあんまりなんか何だったっけ。よし倒した。ちょっと時間かかりすぎじゃないかな。6分。あでもこんなもんでしたっけ。もうちょっと早かったかな前回。これスキップします。でね、前回あの動画でアップした後にもう一回ね実は言ってます。バダルさん魔法使い、僧侶賢者でね一回言ってます。実はね、ただね、負けちゃったのと、あと、ディスクのね、容量が、足んなくてですね、途中でね、一回切れちゃいまして、まあ、そういうのもあってね、ボツにしてます。アンルシア、を最優先で配った方が良さそうだ。まあ、ミクさん死んじゃったわ。あ、やべ、バナナも死んじゃった。これやばいな。ちょっと序盤からやばくないか。ちょっと先に天使を自分にやってから回復した方が良さそうだよな。おしおしおし。ちょっと。ベホマラーでもよかったか。あ、バラに死んじゃったわ。ちょっと死にすぎじゃないか。これまだ2戦目だよね。やべ、いっぱい死んでる。死にすぎだろう。ちょっとこれで回復してくれる。
危なかったわ。天使配りをしながら、あの丸いのはどうしたらいいんだ。しまったな。ミクさん、回復してるね。いや、スクルトってこれ関係あるかな。一応かけとくか。スクルトより負けっかいって感じだけど、あ、これやばい、死んだでしょ。生き返った。ちょっとあんままとまってるってやばそうだな。あ、間に合えよ、間に合えよ、間に合えよ。危ねえ。パフィーさん、やべえ、死ぬわ。アンリシアのあれってなんだろうな。あ、死んだ。やべえ、必殺来てたのにな。してるよね。攻撃は入ってるよね、ちゃんとね。さて、攻撃チャンスだぜ。頼むよ、攻撃してくれ。攻撃してくれよ、今のうち、今のうち。押してるね。入ってるね。3000とか入ってるもんね。 OKOK。 よしよしよし、ちゃんと入ってるよね、ダメージ。結構必死なんですよ。回復は大丈夫だな。聖女配りだけちゃんとしておこう。これやべえ。いやー、死んだわ。よしよし、攻撃してる。お、5000入ったね、いいね。オッケーオッケー。なんとかこの第2戦目、ここはクリアできそうだな。あんだけ入ってれば大丈夫だろう。ちょっと必死だよこれ。あと何する。スクルトはいらないだろうし。あれ、なんか死んだ。先に死んだな、なんかやられる前に。ちょっと離れて回復しよう。天使やって一応入れとこうかな。これ関係あるかな。スカラをなんかねかけてるから、アンドシア、これもういいね、いらないね。まだ黄色くなんないな。結構強いよね。ここ離れよう。
離れれば効かないぞ。いらなかったかな、ベホマラ。いてつく波動を切ってるぞ。やーべ、大丈夫か。で、聖女を魔法使い、アンルシア、モモカさん先に動いたな。バッフィーさん、デスクルトがいるかわかんないけどかけておこう。いや、こっちを優先しようか。来たな攻撃で、そろそろ早め早めにMP を回復しておこうかな。ちょっと余裕のある時にね。ギリギリになってからだと焦っちゃうかな。よいしょ、必殺来たけどあんま使う道がないな、まだな。あ、やべ、死んだでしょ。必殺来ると死ぬな。あるあるだよねこれ。さあ作ると必ず死ぬんだわ。マデサゴーラまだ黄色くならない。結構攻撃入ってると思うんだけどな。やっぱ攻撃系一人だからその分火力も少なくなりますよね。僧侶3人とね、1人を賢者にするのとね、ちょっと迷ったんですよね。まあ安全策で僧侶3人で来たんですけど、作るといらなかった、もしかして。まあバランさんとかかってないのもあるからな。もう一発かけとこう。さん、あ、やべ、死んだかも。結構死んでるわ。お、ようやく黄色くなった。で、MP 回復、ももかさん。これ必殺の入れ時が難しいな。よし、闇の子供を身にまとったってことは、アンルシアのあの変な攻撃が入って倒すチャンスなんだけどな。大ダメージを入れるチャンスだ。よし、打ち消した。そこで魔法を入れる？入れない？入れない？入れてくれ魔法、入れてくれ魔法。よし、結構入ってるね。いいよいいよ、そんなもんでもいい。バランさん死んじゃったわー。危ね。下がって、天使を、天使、あ、これやばいな。もう一回来るな。天使入れてる余裕ある？アンヌシャが死んでんだよな。
やべ、死んだっぽい。きついな。これもう一回大丈夫かな。ここ間違えた。ももかさん起こしたね。ももかにベホイミベホイミ入れてるね。まあいいや。そして賢者、ミクさんにも回復、ももかさんもだな。ももかさん先死んじゃったわ。誰も起こさない。起こしたね。ももかさんにも回復。まばら死んじゃった。回復してから死んだね。オッケーオッケー。回復してればオッケーで、下がって天使、でパフィーさんも回復。もう一回回復しとこうかな。よし、これでいいでしょ。で、聖女配り、聖女配り、よし。闇の衣を身にまとったから攻撃チャンスになるよ。あ、やばい、死んだっぽい。よし、攻撃だ攻撃だ。おしおしおし、結構入ったんじゃない。5000入ったね。 OK で、まだ黄色いままだよな。で、聖女配り、いやーちょっと実況とか難しいなこれ。 MP 回復して、あと誰、バランス様 MP 回復。よし、赤くなってきた。このままいけば勝てるけど死んでるわ。で、天使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 を早く入れさせてくれ。天使入ったね。 OK で、聖女配り、OK、 じゃあ MP 回復だな。ちょっと賢者の聖水ケチろうかな。賢者の聖水あといくつある。あと10個でしょ。魔法の聖水にしよう。次がまだあるからね。お、死んじゃった。よし、闇の衣をまとった。攻撃チャンス来るよ。ここでどれだけ大ダメージを与えられるかだよね。起きた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 。いらないいらないいらない。で、聖女配り、アンルシア、よし、大ダメージ入ったね。 OKOK。 で、 MP 回復させて、やべ死んだ。
自分にも聖樹配っといた方がいいかな。そうするとちょっと余裕ができる可能性があるか。マデサゴールはもうちょっとだから、もうちょい、もう一頑張りだ、もう一頑張り、頑張れ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 、もう一頑張りだ。あ、ミクさん先だったな、まあしゃあない。ベホマラ配ってるね、まあいいや。 MP がもうないな、MP 切れはやばいから。特にミクさんの MP 切れはもう致命傷だ。ミクさん死んじゃった。誰か起こしてる？あ、やべやべやべ、アンヌシア先だったかな。アンヌシア起こして、やべえ、なんか死んだっぽい。死ぬ直前ってね、動けなくなるんでね、分かるんですよね。敵がやられた時か、まあボス敵を倒した時か、自分が死にそうな時にね、動けなくなるんですよ。よし、倒した、オッケー、なんとか行きましたね。ちょっとやっぱ時間かかるな。19分、前何分でしたかね。ふう、疲れたぞ。でちょっと水分補給するためにスキップしないで、よし、じゃあスキップしますよ。この辺のムービーは前回の動画を見てください。そういえば盾持ってくんの忘れてたぞ。自分盾持ってないでしょ、魔法、あの僧侶なのに。アンヌシアにね、あげちゃったんだよね。大した盾持ってないんですけど、で革の盾がねあったんで、それでもいいからつけてこようと思ったんだけど、ほらバラルさんだけ盾持ってないでしょ。バラルさんだけ盾持ってないよ。どうかな、ここが一番の肝心なとこだよね。今までこれでやられてるからな。やべえ、死にそうだわ。これ厄介、使っておいた方がいいな。あ、やべ、死んだかも。死んだよね、やっぱね。まず自分に天使だな。自分に天使、魔結界って効果あんのかな、わかんないけどかけとこう。スクルートもわかんないけどかけとこう。キラボンもう配ってますね、誰か。ミクさん起こしてるね。いらないいらない、オッケーオッケー、いらないいらない。
必殺もなんか今んとこいらないよね。ハンドシャンはかかってるし、あと何する、あと何したらいい、必要かどうか分かんないけどキラボン配っとこう。あと何したらいい、とりあえず逃げようとりあえず逃げよう、やることないぞ。そういう時はもったいないけど必殺使う、必殺いらないよね。作るともう一回かけとくか。さてそろそろ世界が変わんじゃないのか。デフォーマラーかけてるもんね。じゃあ聖なる祈りでもかけとくか。キラボンが切れそうだからとりあえずキラボンを自分にかけて、もうキラボンは余裕ない時にかけるようにしといた方がいいな、きっと。僧侶3人安定してますね。やることなくなってるぞ、はっきり言って。負けっかいってなくなってない、そんなことない。ちょっといまいち下のマークがね、あやべ、しびれちった。あ、ここで変わるんだね、世界が変わるから水分 OK するよ。ここはまあ攻撃チャンスでもある、早くなるからね。でちょっともう遅くキラボンしていこう。でバランさんがキラボンしてれば他の人はおそらく他のことやってくれるでしょう。やば、暗武者起こしに行けない。そうしてる間に死んでもうた。暗武者起きたね。 OKOKOK。相手も早くなるからやっぱ忙しいな。キラボンを先に配る？ちょっと次の世界に行っちゃったら困るんで、ここはキラボン優先で行こう。やべ、これ天使先入れないとまずい。僧侶に出てしまった。やべ、死んだな。早いわ展開が。起きたね。でキラボンを入れて死んだ参ったな。天使、じゃあ次天使入れて、多分キラボンはね今回はそんなに必要じゃないとは思うんですよ。アルシア死んで生き返って、ちょっとスクルトかけとく必要あるかな。あ、やべえ、キラボン配り終わる前に次の世界になっちゃった。2人かかってないねキラボン。さあこっからだよ、ここでいつもやれちゃうからね。ここは問題、キラボンしとけば。おしおし、みんなかかってる、みんなかかってる。
じゃあ天使配って、あ、聖女配って、で、あとはキラボンが切れないように、ももかさんキラボン切れてるね、キラボン切れないようにしつつ、キラボン切れないようにしつつ聖女を配る。キラボンでつく波動きた、先に天使やってでキラボン、まずは自分にでちょっと前衛を優先して、あ、やべ、死んじった。天使、死んだら天使だけど MP がないじゃん、みんな。これどうしよう、 MP 回復を優先させるか、さんってどこにいる、そうか、 MP 回復、キラボンはちょっと仲間に任せよう、この間ね、ちょっと MP 回復を優先して、 MP 切れたら終わりだからね、キラボンどころじゃなくなるから。あ、やべ、呪われたのか、キラボンないからな、やべえぞこれは。オッケー、死んだ、帰って死んだ方がいいでしょ、いろいろ受けてたから。あ、天使かかってなかった、マジで天使かかってなかった、さあまずいわ、天使、で、ももかさんの MP だけ回復してキラボンだ、キラボンして、あ、これで消えちゃうのか、天使やってで、キラ、やべえ、なんかみんな死んでない、これ天使やってたよね、よかったよかった、危ねえ、死ぬぞ、天使、でザオラル死にそうだけど、ここもう起こすしかない、あ、必殺来てるけど、これ必殺間に合うかな、頼む間に合ってくれ、死んだわ必殺役立たず、じゃあ天使、早く、で、ザオラル、あ、やべ、死んじゃった、天使してたよね、おしおしおし、アヌシは起きた、天使、
で、ザオラル。やべえか、これ死ぬかな。やべえ、バッフィーさん以外死んじゃった。バラスは生きてる。あー、天使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 。きついなー。やべえ、死んだみんな。頼む、生き返ってくれ。MP がもうない。ザオラルってどのぐらい MP いくんだ。やばい、死んだな。よし、みんな起きてきたね。起きてきた起きてきた。ちょっと MP 回復しよう。天使してる余裕あるか、これ。天使余裕あった。あれあれ、みんな死んでない。これやばいな。終わったわ。 MP がないもん。やべー、死んだわ。終わったー。あ、まだ生きてたー、まだ生きてたー、まだ生きてたー。これちょっとザオラルダメだ、死んだ。こういう感じで終わったわ。終わりましたね。ちょっとやっぱ強い無理かなー。ちょっとね、今日動画を他に撮る時間がないので、僧侶編としてですね、これは動画上げたいと思います。いやー、負けてもうた。きついっすね。あそこちょっとどうしたらいいかな。困ったもんですね。さすがにやっぱ強いじゃ無理かな。まあ弱いでいけばね、勝てんのかもしんないですね。まあ弱いでクリアするか、ちょっと悩むな。もう一回だけちょっと裏で一回このパターンで行ってみて、まあ撮影するんですけどね。で、勝てばそのまま上げますけども、負けたらボツ。で、弱いでやろうかな。そしたら、しょうがないから。ちょっとバラルさんの活躍がどうだったかな。ちょっと悩みどころですね。まあということで、勝てませんでした。申し訳ない。勝ちたかったな。あそこだけクリアすればね、次どういう風になるのかわかんないんだけど、もっと強いもバンバン来るかな。わかんないけどね。まあなんとかなるかなと思ってたんですけども、無理でした。MP 切れもちょっとね、辛いし、賢者の整数もあんまないからな。買うか。10個。困ったもんですね。あ、そういえば何かあったの、これ。近くの仲間全員。あ、すっかり忘れてた、これさ、いろいろね、食べるやつをね、持ってたんですよ。まあ役に立ったかどうかは分かりませんけどね。これを使おうと思ってたら忘れてたわ。まあいいや。ということでね、負けてしまいましたけども次頑張ろう。ではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。